はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばです。相変わらずここにいますね。パーね、みけた。ねおあちぃー。ね。はい、えー皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばです。えー、とんでもないことが起きています。とんでもないことでございます。はい、えー、有名な方らしいですね、この方。 私、あの、存じ上げないんですけど、この方のことね。えー、カジサックさんっていう、あのー有、有名なユ、ユーチューバーの方がいらっしゃるみたいで、えー、その方のね、お嬢ちゃまですね。はい、えー、三女って書いてあるんで、えー、まあ、三人目の娘さんですよね。はい、えー、五歳の方が、あどうやら、とんでもないことになったみたいです。 えー、何がかというと、緊急入院して、今、あのー、ICU にいるそうなんですけど、なんと、5種類の、五種類のね、ウイルスに同時感染したと。はい、えー、もう一回言います、えー。5種類です。5種類のウイルスに同時感染したと。 ありえないですよね、これ。あのー、普通の人はね、ウイルス干渉って言いまして、何か一つのウイルスにかかったときは、他のウイルスにはかからないんですよ、実を言うと。こういう体の仕組みがあります、人間には。なので、5種類のウイルスに同時にかかってると おかしいですよね何かの異常が生じているとしか考えられません。まあ、あのー、これ非常に余談なんですけど、えー、いわゆるね、あのー、チェルノのブイリちゃんですね。チェルノのブイリちゃんのお子ちゃまたち。はい。えー、チェルノブイリの子供たちっていう本があるんですけど、そこのお子ちゃまたちね、 えー、いわゆる火のバックンバックンしてるんですよ。火のバックンバックン。で、えー、同時に、同時にですね、2種類のウイルスにかかっているっていう報告が、あ、書かれております。チェルノブイリのねこ、子供たちという本の中に出てきます。はい、えー、インフルちゃんですね。インフルちゃんの A と B に、 え同時にかかってしまったというね、お子ちゃまが、あ結構いらっしゃるということが書かれておりますえ。同時に、そのういちゃんにウイルスですね。かかるっていうことは、普通の人間だったらありえないんですよ。はい、ありえません。火、えー、のバックンバックンしててもね、二、えー、つですからね。A と B ですから。 はい。あの、イン、インの古のね。一体何なんでしょうかね。何が起きてるんでしょうか。よっぽどこれ、麺の液がおかしくなっているって、それしか考えられないですよね。まあ、この方がね、え例のブツを、ブツですね。あれのね、おちくわちゃんですね。食べてるかどうかはわかりません。はい。 大人はね、多分食べてるとは思うんですよね。この方、有名な方みたいなんで、えー、食べてるんじゃないかとは思いますが、お子ちゃまは食べてるかどうかわかりませんね、えー。もしお子ちゃまがね、未食でしたら、やっぱり支援なんでしょうかね。 この辺がわかりません。まあ、他のねえ、ご兄弟の方とか、お母ちゃま、お父ちゃまがね、どういう状況なのかっていうのわかんないんでね、なんとも言えないんですけど、えー、5種類のウイルスに同時にね、えー、感染っていうのはまあ、通常ではありえません。はい。え通常ではないと思います。はい。 えまあ、そういうふうにね、えー、過去には、その、ね、えー、チェルノブイリのね、お子ちゃまたちが、あまあ、本に書いてあるんですけどね、えー、2種類のね、えー、陰のフルフルにね、同時にかかっちゃうっていうお話は聞いてます。まさかね、えー、被爆してるとは考えらんないんで、えー、放射線にね、えーそんな そんな線量あるとで普通。えー、もしもしかしたらねまあまああと考えられるのはねえー、まあね、えー、食べちゃってるとかねはいえー、まあそういったね放射の先生のものを食べちゃってるとかね、えー、まあそういう可能性はありますけどそれでもね チェルノブイのお子ちゃまたちで2種類ですからね。はい。えー、5種類に一気にかかったっていうのは相当だと思います。えー、ね。まあ、原因は分かってても多分ね、言わないとは思いますけど、はい。えー、どうしてそうなったのか。あ、まあ、通常じゃありませんね。はい。通常ではございません。はい。 えー、そういうことです。こういうことが実際に起き始めているということですね。えー、まあ他にもいるんでしょうかね。こういう方。多分ね、お父さんお母さんが有名な方なんで、有名なユーチューバーでね、いい、まあ、あのー、なんていうのかな、インフルエンサーなんでね、こういうふうにニュースになってるんだとは思うんですけど、他にももしかしたらいるかもしれませんね。 そういうことでございます。えー、とりあえずね、あの、お子さんお持ちの方、気をつけてください。えー、大変なことが今ね、えー、起き始めています。はい。えー、大変なことが起き始めています。まあ、これだけじゃなくてね、他にも色々大変なこと起き始めてますけど、これはまた後でね、えー、皆さんに、えー、シェアしたいと思っております。はい、今ね、チェアと、 おガザのね、あのー、戦いですね。あれも大変なことになってきてます。はい。えー、3時のおやつ大会始まりました、本当に。はい。まあそういうことです。えー、それではとりあえずね、えー、こちらの記事貼っておきますんで見に行ってください。お子さんお持ちの方本当に気をつけてくださいね。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。